ラフラボ楽屋の時間、ありがとうございます。はい、この番組はですね、楽屋で話すような業界の裏話やプライベートの話を繰り広げる雑談番組となっております。今回のゲストはリアルを覗きたい独学画家青井圭さんと幻想画家香崎さんと視覚瞑想アーティストチャンツーリーさんのお三方になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということなんですけれども、初めましてって方もいらっしゃると思うので、お一方ずつ簡単に自己紹介いただきたいと思います。青井さんからお願いいたします。はい、リアルを覗きたい画家というご紹介を受けました。他に特にないんですけど、はい、あとは命を吹き込みたいとか、そういう感じで結構リアリズムをもともとやってたんですけど、最近は幅広く作品作りをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではお願いします。では香崎さん、お願いいたします。はい、幻想画家香崎っていう名前でネット上では活動しており、また北香崎っていう名前でも活動しております。幻想画家として、20年ぐらい画家として活動しながら、ゲームとかアニメ業界ではアートディレクターやったりとか、アートの、ゲームに関わるアートのお仕事だったりとか、そこのマネージャーやったりとか、そういう二軸で、活動しております。よろしくお願いいたします。では、続いて、チャンツーリーさん、お願いいたします。はい。視覚瞑想アーティストという、名前でやらせていただいているんですけど、私のメインとしているものは結構その細密画だったりとか、細かい描写が多くて、それを見ることによって、そのなんか瞑想状態に誘うみたいなイメージで、そのような、タイトルというかにしております。で、ずっと絵は描いてたんですけど、最近はそのタトゥーの施術も始めて、そういうようなことも、しながらいろいろと活動しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、こちらは最初に冒頭に申し上げました通り、楽屋でゆるっとざらっとプライベートの話とかもしていく番組なんですけれども、最初にですね、私から、テーマといいますか、そういう話題を投げかけますので、あとは皆さんで、ご自由にお話をしていただけたらなと思います。たまに僕は入りますので、ご了承ください、はい。ということなんですけれども、はい、最初に、今回の、この場を設けさせていただいたきっかけとなった、青井さん。実はそうなんですよね。今回、青井さんと、にちょっとご相談させていただいて、なんか、気になる作家さんとかいらっしゃいますかみたいな、一緒にお話ししてみたい方いらっしゃいますかみたいな感じでお話をさせていただいたことがありまして、その時に、香崎さんとツーリンさんのお名前が出て、今回、お話をさせていただくきっかけになったというところなんですけれども、そもそもつながりとかご関係っていうのがあったのかなっていうところも気になってまして、その辺をちょっと青井さんの方からお話を聞かせていただいて、順々に聞けたらなと思います。はい、もともとその SNS のつながりで、ツーリンさんのことは存じてまして、でずっと話したいなっていうのはずっとんですけど、なかなかそのきっかけがなく、はい、でその配信の SNS だったんですけど、その配信の SNS で画家で検索して和明さんが出てきて、で私がそのインスタをフォローさせていただいて、でまたずっとお話ししたいなっていうのを思ってて、で今回この素晴らしい機会をいただきまして、はい、ちょっとお声かけさせていただきました。なるほど。ということは、あれですかね、こう、会話を皆さんでこう、するっていうのは、初めましてみたいな感じなんですか？そうですね。チャット程度ですね。そのコメントし合ったりとか、その程度でしたね。そうなんですね。カズアクさんは、ツーリンさんと、葵さんとかは、SNS 上では、見ていたりとか。そうですね、もともと青井さんの方からフォローいただいて、でその後ぐらいなんかバズりましたよね、確かね、なんかそれで、あ、この方、あれ僕のフォローしてくれた人じゃないかなと思って見てて、でそれでその後何か展示会とか
何かするときに都内でやってたことがあったんで見させてもらうときに、なんか初めてメッセージ送って見させてもらいましたみたいなところが会話したきっかけかなっていう感じですね。なのでチャットとかメッセージ上でやり取りをしていったんですが、こうやってお話しするのは本当に初めてになりますね。でツーリンさんは本当初めましてっていう形になります、ね、はい、初めましてです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なるほど、そうなんですね。じゃあツーリンさんからは葵さんのことはこうどういった認識というか。葵さんはその、はい、SNS 上でその配信サイトの中でそのなんか結構やっぱりその絵描きの人つながりではよく名前は聞いてたんですよ。でちょっと2人とも割と仲良くしていた共通の方がいて、でその人のところでちょっと会話を交わす程度で、で SNS インスタグラムはフォローし合ってたんですけど、まあ、時々ちょっとしたねなんかコメントをするくらいで、そんなにじっくりは話したことなかったんですよね。じゃあもう今日はこの場がもってこいじゃないですか。紹介していただいたって言って、え、そうなのと思ってびっくりしました。じゃあもう僕は控えさせていただいて、皆さんでこう一気にお話をしていただけたらなと思うんですけれども、はい、ではちょっと一つテーマをポンと投げかけますので、そこから皆さんで自由にお話しいただけたらなと思います。こちらですね、各界隈の今の現状だったりご自身のご活動についてお話をしていきながら、ご質問とかがその他の方々のアーティストさん方のにへのご質問があったら、それも含めてご質問とかしながらお話ができたらなと思うんですけれども、和明さんからお願いしてもよろしいですか。あ、はい、わかりました、はい、あれですね、今の現状の活動だったりとかですね、はい、僕ネット上とかでは、まあ、一人の、まあ、女の子が旅をしている様子を幻想絵画という形で、その子が旅している様子をずっと絵に描いてるんですけど、なんだろう、まあ、もともとこういう世界観を描くようになったきっかけって、まあ、父親がもともと死体解剖の仕事をやってました。法医学者、法医学、事件、事故で殺された人の遺体を解剖する仕事をしてまして、で、父親から聞いたその死に対してのお話だったりとか、この人たちがいなくなった時に、なんだろうな、この人たちの、思いとか思い出とかってどうなっちゃうのかなとかいろいろ思って、で、それらが、人の思いでできた一つの島があって、そこを旅する一人の女の子っていう立て付けにして、そこでいろんな生き物たちと出会ってる様子を、ずっと絵画として描いて、てますね。でそれをずっと描きつっていう感じではありますね。業界の方で、まあ、あともう一個ゲーム業界の方でも、まあ、長くお仕事させていただいてますので、なんかそういったところでもし気になることあれば全然お答えいたしますって感じです。はい、っていう感じですね。ですね、はい、もう本当キャリア見させてもらって、もうちょっとこの放送というか収録前にもお話ちょっとだけさせてもらったんですけど、もうなんかめちゃくちゃいっぱいやられてて、はい、いやいやいや、ツーリンさんも葵さんもいろんなとこから多分聞きたいことあるんだろうなと思って、僕自身がそうなんですけども、はい、でもここはちょっと僕じゃなくツーリンさん、じゃあ葉崎さんに何か質問とかがあったら。そうですね、その父親のその死体解剖のその死に対するイメージというのはどのように受け取られたのでしょうか。なんか私自身も結構やっぱりその、はい、仏教だったりとかその宗教関連がやっぱり子供の頃身近にあったので、割となんかそれをイメージしながら自分の中でなんかその作品に投影している部分があるんですよね。はい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 、だからこの部分についてちょっと知りたいです。そうですね、基本その法医学とか要は死体解剖に回される遺体ってまともなものがなくてですね、はい、思い半ばで奪われた命っていうのがすごく多いので、その天寿を全うできなかった魂みたいなものがあるのかなと思ってまして、なので僕としてはこういう人たちでも、こういう人たちがいるから僕らもいて、なんですかね、それが歴史みたいに呼ぶこともあるし、こうやって例えば
亡くなったけどジャンヌ・ダルクみたいな感じで有名になったりとか、その死を通して人になんかそのまた世間を変えたり世界を変えたりする人たちもいる中で、その人たちが死ぬ、死んで、なんていうのかな、その世界が、なんだろうな、また新しく、な想像できるようなもの、なんかその、なんていうんですかね、その人たち自身がいなくなったとしても、この人たち自身の思いとか思い出は、あるんじゃないかなと思ってて、っていうのは亡くなった人たち自体が亡くなって終わりっていう世界よりも、そっちの方が何かその、なんていうんですかね、生きてる意味があるというか、勝手に僕ら感じてる部分だったかもしれないんですけど、映画のリメンバーミーのような、はい、ディズニーのですね、死者の国っていうのがあって、そこで人が忘れ去られたら初めてそこの魂が、はい、そこの世界から消えるみたいなお話だったと思うんですけど、そういう感じで、その者たちが、誰かが忍ぶことで存在し続けるっていう概念はずっとあって、で、特に奪われた者たちの魂ってその重さはすごく強いのかなと思ったりして、こういう世界観 を描く、まあ、きっかけというかそういう風になったって感じです。はい、はい、です。なるほどです。めちゃめちゃなんかわかります。基本あれですよね、なんかその自分の中で出てくるもの、やっぱ人間なんで自分の中から出てくる感情だったりはあると僕は思って、はいはいるんですけど、はい、その中でまあ生きるもあれば死ぬっていうものもあって、僕は割とどっちかっていうとフォーカス当ててるのがやっぱりそのいつかいなくなる命っていうものと、自分が死んだ後にその先がどうなるのかっていう、で僕の生み出した作品たちもどうなるのかみたいなところも考えることがあって、なんでそういう死ぬ時のイメージだったり生きている意味みたいなところっていうのを書き残すっていう意味でも女の子を、主人公にして描いてるんですけど、僕が出会った人たちの旅でもあって、結構なので自分が出会った人たちを生き物と置き換えてその思い出の島に住まわせていくみたいな感じでいろんなところに行ったりしてるっていう作風ですね。なので、なるほどです。作品によってはこのシャツも自分で作ったんですけど、ここに女の子が頭を持ってる絵があるんですけど、これって自分の意思が見えない女の子で、でその子自身はまるで空っぽのように感じて、だけどその子自身もその何もないっていうことに対してなんか悩んでて、その姿が僕の中ではすごく生き物のように見えたんで、そういう風に描いたって感じですね。なんかそんな感じでその出会った 人たちの記憶をずっと描いてるって感じですね。ああ、なるほど。それを置き換えてるって感じですね。はい、そういう世界観に。なんか 絵とかって共感性も必要かなと思ってて、うんうんうん。あれですよね、例えば鬼滅の刃とかそういうものだったりしても、世に生まれなければ誰からも共感なんか得られなくて、炭治郎くんの絵だけあっても誰も多分共感してもらえないと思うんですよね。ストーリーがないですもんね。そうですね。そういうお話があって、その人がそれに感動したりとか喜んでもらえるから、なんか作品っていうのが成り立つのかなって思ったりはしてますね。人間だからこそ人間に価値は評価してもらえないと、なんですかね。まあ、独りよがりで終わりやすいことになるのかなと思って。まあ、そういうアートが僕はあってもいいと思うんですけど、多くの人に見てもらって、はい、人の心に残るっていうのはすごく意識は出るって感じですね。ですなるほどです。です。僕、バーって話しちゃったけど、大丈夫ですか？全然、私は大丈夫ですけど。大丈夫です、大丈夫です。うん。いや、そうです。まあ。なるほど、なるほど。ツーリンさんは、はい、また逆に、ご自身の今のご活動とかの、なんていうんですかね、本質的なところとか根幹となるところとかってどういったところだったり。私はでもやっぱりその和明さんのさっきの話とかものすごく理解はできるんですけど、結構やってるスタイルはすごい逆だと思うんですよね。私結構その抽象的な本当につぶつぶみたいなのがたくさんあるみたいな絵ばっかり描いてるので、あとはすごい細かい線をただひたすらずっとみたいな。で、なので、まあ、なんか、なんだろう、亡くなった後に、
何が残るのかっていうと、もう私の場合はやっぱりそのエネルギー的なものな感じがするんですよね。その目に見えないもので目に見えないけれど、それが果たしてどんな形なのであろうだろうかって私が想像したときに、あの私はこういう感じだと思うっていうのを表現してるんですよね。だからなんだろう、その例えばすごい分かりやすい感じではないんですけど、結構これは何書いてるのって聞かれたりするんですけど、まああのなんだろう、その人それぞれが見たまんまのものがこの世界であるっていうメッセージも含めて、まああなたの見たまま、あなたが感じたものがそのものだよっていうのも、いつもまあ古典の時とかはそういう話をしたりとか、あの、したりするんですよ。でもなんかそのなんだろう、まあ多分その、あの、その和明さんが言うように、そのストーリー性みたいなものがあって共感してもらうっていうのも、もちろん、あの、すごい必要なことだと思うし、でも私が目指してるのはどちらかというと多分その、あの、DNA の奥の記憶を見たときに、なんかより、はいはいはい、あれなんかこれ、なんか感じるみたいな、なんかそれを私は結構、あの、思っているのかもしれないですね。なので、その、去年から、まあ、ちょっとそのタトゥーの方も、あの、施術を始めたんですけど、そのタトゥーも、その古来の手法のその、手彫りスタイルで、あの、チクチク一針一針、あの、手で刺すスタイルをしてるんですよ。で、それも、やっぱり、なんか結構、その、人間の古の記憶というか、やっぱり、あの、みんなね、そう、その、施術されてて、痛いとかじゃなくて、なんかすごい、癒されるみたいなことを言うんですよね。あ、まあ、針で刺されてるわけなんですけど、なんか、なんか、そういう、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、本質的な記憶というか、に結びついていくあのものを私は結構ちょっと作って いると思います。これからもちょっと そういう感じでやっていきたいなと思いますね。なるほど、そうなんですね。今、はい、お二方のお話聞いて、葵さんなんですけれども、葵さんにちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、お二方のお話聞いて、なんか葵さんのご活動とか、あの制作スタイルとかのお話を含めて、お二方にご質問とか、あ、こういったところってっていうのがあったら、お聞きとかしていただいたらなと思います。いや、なんか本当、あの、今お二方の話聞いて、やっぱりなってな感じです。何か感じることがあったんですか？そう、あの、私絵と 対話というか、対話っていう言い方をしてるんですけど、うんうん、そこから絶対私とつながるところあるなって、そのチームが合ってたんですよ。だからこのお二方全然違うけど絶対合うなと思って今日あのお話しさせていただいたんですけど、やっぱなって感じです本当に。そうだから、そのなんていうの、表現の手法とかスタイルが違うだけで、結構その根本的に思っている部分だったりとかはすごい、うん、あの、うん、共通性があるように感じました。なんか、あの、私、最初、リアリズムから入って、で、やっぱ、その、書く状況っていうのは、本当に、瞑想に近くって、いっぱい、その、自分とも対話するし、その、世界ともすっごい対話するんですけど、だから、最初に私が行き着いたのは、ツーリンさんの方で、で、あの、この世界の、その、この世界を作る数字だったりとか、その中に含まれる自分自身とか、それを作ったその先祖代々みたいな、その肉体的本質というか物質的本質の方にまず行き着いて、でそこからあの自分自身 その精神的なところですよねに行き着いたんですけど、でさっきあの和明さんがお話ししたそこの死の先の部分っていうのが本当最近私があの本当思ったところで、あの私に敷かれてる多分レールがあるんですけど、そこの先で死んだ時に私後悔するんじゃないかなって思った時があったんですよ。で、じゃあ私が後悔しない道って何なんやろうって考えたときに、その、絵を楽しく描くっていうのと、好奇心、そこの部分だと思って、で、多分、そっちのルートに
行くと、で、そこで多分その、和明さんが言う、道半ばで破れてしまった人たち。で、そこから、多分私がそこでもし死んじゃったとしても、そこから先を多分和明さんは書かれてるんやろうなって感じて、違ったらすいません。あ、いえいえいえ。あれですね。僕、あと、一回その、42.5 度だけ熱が出て死にかけたんですよ。で、その時に、幻覚を見たことがあって、なんかそういうイメージも合わさってるんですよね、僕の作品自体が。その時に、まあ、本当、変ななんかやってるわけじゃないんだけど、本当頭が、その、熱で、高熱でやられかけた時に、電球が笑い出したりとか、人がなだれ込んできて、僕のここに並んで拝んだりするのが、僕の自分の目で起きてるのに見えて、で、あの時の強烈な気持ち悪さと、あの時にもう死んじゃうんじゃないかって記憶とか、これをなんか表現したいみたいなのもやっぱり強くあって、そういう、そう、瞑想したりする時とかもなんかやっぱそういう風なトリップじゃないですけど、そういう風な体験をする方もいらっしゃるっていうのは聞いたことあるんですけど、なんかその熱を発動条件として多分その思い出の引き出しがガバガバになって、その空想して見るものと現実のものが混ざっちゃったみたいなものは、まあ、幻覚として見たことあって、やっぱそういう体験ってすごくその死に近づいているというか、その時に見たものが頭の中のイメージなのか、もしくは別の存在としてあるのかみたいなところをすごく気になって、でそれと父親の仕事がそうだったっていうのもあったし、まああと、まあよく小説読んでたんで、15少年漂流記とか、海底2万マイルとか、そういう、本を読んでて、そこのイメージで遊んでたものがごっちゃごちゃになって、今の作風になったみたいな感じなんですよね。なんで、やっぱでも、そういう幻覚を見たりとか、その、特別な体験をした時の強烈な印象は何か残したいし、表現はしてみたいと思って、ちゃいましたよね。ですね。なんか、ツーリンさんとかも、ああ、どうぞ。ああ、はい、いや、私のその感覚は、本当見ないと描けないんですよね。だから、お二方のその絵の、その、多分頭の中から湧き出るものなのに、すごい情報量が詰まってるじゃないですか。だからそれがすごいなと思って、なんかツーリンさんとかそのこう僕が本当に苦手な描写なんです、表現できないやつなんですよ、僕が描こうと思っても、はい、ああいう形はできなくて、必要なんですかね、その既得性のあるその模様みたいなものを芸術作品として表現するって、はい、結構僕の中では難易度が高いものかなと思ってまして、そうなんですね、なんかずっとそれをやってたのであんまりわからないなんかそのそういうなんか細かこうあともう鍛錬じゃないですか、もう作品今見させてもらってるんですけど、はい、もうほんと小さい線をずっと引き続けてみたいな、そうですね、はい、なんだろうね、いやなんかやってたらそうなっただけなので、ね、最初からそれを目指してたわけでも全然なくって、もともと、まあ、なんかそういう細かい模様を描くのが好きだったんですけど、うんうん、で、特に私、その、小学校5年生の時に台湾から日本に引っ越してきて、で、最初言葉が全然わからなかったので、もう授業中はもうずっと絵を描いてたんですよね。はいはい、そういう模様を、とりあえず言葉もわからないしと思って。で、なんかそういうのをずっと描いてて、で、高校生の頃に、その時結構私たちの年代でその第一次トライバルタトゥーブームみたいなのがあったんですよ、第一次のままですけど、トライバルタトゥーブームがすごいあって、で、あ、トライバルってかっこいいと思って、で結構私そのもともと民族的なものがすごいやっぱ子供の頃からなんか無性に好きだったんですよ。で、まあ、台湾出身ですけど、両方ともその両親なんかおじいちゃんおばあちゃんはどちらも中国大陸の方の出身で、で割とうちはもう古くからなんかその家の中ではその大陸文化のそのものだったりとかが溢れてて、おじいちゃんからもそういう話を聞いたりとか、まあ、いろんなものを見せてもらったりとか、なんかそういうのが多かったので、なんか古い文化がやっぱ好きだったんですよね。無性になんかそういうなんか部族的なものにも惹かれて、でそこからまあなんかそういうトライバル文様みたいなものを見ながら、なんかそのタトゥー雑誌とか買って見ながら描いたりして、
で、なんかいろいろ書いてたら、なんかああいうマンダラ文様みたいなのを知って、うん、あ、こういうのもなんかすごい素敵だなと思って、で、書いてるうちに、なんかその、いろんな、なんかその、宗教だったりとか、自然界のとか、宇宙とかのとのつながりを知っていって、で、どん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 なんかそういう方向に行ったっていう感じなんですよね。あれ、ダンサーもやられてるんですね。あ、ダンスも、そう、ダンスもでもやっぱそのベリーダンスを最初にやったので、やっぱりそういうなんか古い文化なんですよ。古い文化がやっぱり好きなんですよね。なんか無性に惹かれるというか。まあ、なので過去のそういうダンスとかも、あれですね、ファイヤーパフォーマンスとか民族舞踊とかやられてたんですね。あの、ベリーダンスをあの基礎とした、はい、まあ、紐使って踊るみたいな感じですね。はい、紐やっぱりなんかその、なんていうの、人間のその奥底に眠るなんか何かを書き、なんかね、書き立てるというか、なんというか、やっぱなんかすごい好きなんですよ、火を使うのも。ダンスとかもやっぱ昔からあるあのものだったり、やっぱりそういう踊りで儀式をしたりとか、なんかそういうものを祈りだったりね。ですよね。なんか台湾とかってそういう、なんか、踊り、いや、日本だったら盆踊りなのかな、なんか、ごめんなさい、ダンサーも詳しくないんですけど。もともとはね、その、そういう踊りなので。まあでも台湾も、どちらかというと、なんかその台湾は原住民たちがそういう、あの、文化がある。少数民族系がやっぱり多いですよね。ああ、はい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 。はい。だから私の家では、あの、そういうのはなかったんですけど、でもやっぱりなんか好きでしたね。ずっと。なんか不思議ですよね。そういうダンスとかでも絵でも結構その内なるものの何かしらを表現したりとか、それ自体が儀式伝統だったりとかで、それを引き継ぐものがあって、あの姿形変えたけどまた新しいあの生命を引き継いだ者たちがそういうものをやってるっていうのはすごく、その何ですかね、あの今って割とそのまあお金とかなんかそういう価値がものが高いとされてたりするケースも多いと思うんですけど、そういう文化とか伝統だったりとか、はい、その昔から持ってる、まあ僕だったら、あの、徳之島って島なんですよ、親が、あの、はい、南の方の。で、やっぱりそういうところの文化での、なんか、そこの地方に伝わる踊りだったりとか、はい、なんかお酒をその順番で飲みながら踊ったりとかってですね、はい、なんかそういうもの自体は、あの誰とも言わずとも引き継いでいってるっていうのがあって、また次の世代でもそういうことやってて、なんかすごくその、あの僕としてもすごく興味があるなと思ってまして、その伝統とか。なんか不思議ですよね、勝手にやりだしますもんね。です。昔の人たちも多分誰に教えられたわけでもなく、勝手になんかこう自然にこう始まるじゃないですか。それがずっとこうあの続いていくから、誰に教えてもらわなくても人ってやっぱその本能的になんかそういうことをしたがるんだろうなってなんか結構思ったりします。はい、はい、結構そのあとはあれですかね、生まれ育った場所とか文化とかにやっぱりその自分のルーツってやっぱ影響を受けることもあるかなと思ったりはしてるんですよね、僕自身も。で、あおいさんとかって、はい、割とその最初すごい具象画というか、本当にその体のこういう一部を描いてらっしゃったりとかっていうところから、今ってすごい抽象画の方もチャレンジされてたりとか、そう、最近あおいさんすごい抽象画を描いてる、ね、今日思ってあれ何かあのご自身で変化あったのかなと思ってちょっと気になって。そうですね、はい、私はもともと先ほど の、 あの生まれ、その、はい、生まれっていうのは田舎なんですけど、なのでやっぱその田舎とか思い出とかやっぱ好きなんですよね。ツーリーさんと同じで、多分その太古とか過去の方が好き で、うん、でそういうものを残したいなっていう、まあ、この今のその瞬間もそうですけど、を残したいなっていうのをずっとやっていて、でそこからそのやっぱその物理的なことをやっぱ考えるようになって、でこの世界をその噛み砕いていった時に、やっぱそのどうやって表現するかなってなった時に、ああいう抽象的な表現になってったっていう感じですね。なるほど。なんかすごく皆さんのその捉え方がいろいろあって面白いなと思ってて、
で、僕の場合は多分その、あれですね、その物語に載せてるのは多分もともと漫画とかアニメとか、そういったものも結構好きだったりもしていて、で、多分、あと100年ぐらいしたら、アニメとかゲームって多分また文化、古い文化になると思ってて、で、それを今、新たに作り出している、まあ、ものの一人として、なんかそういったもの自体も合わせて、その、あれなんです。僕の場合はもう、まあ、気持ち的にはそういうものを表現したい。なんかそういう、その自分自身の死とはとか、自分自身が生きるってっていうことを表現したいなと思いつつも、それ自身を描くときに共通性がなかなか僕の中で見出せられなくて、でも僕がこうやって生きてるのは冒険だろうなと思って、だから人生の冒険を、一つの世界に置き換えて、でそこを旅してる女の子と設定を作って、悲しみの島とか喜びの大陸とかを作って、設定をブワーって作り込んで、そこを旅してるようにすれば必然的に、その、なんていうかな、連想性があるような物語、ができるんじゃないかなと思って、で僕自身もやっぱそういうのも作りたいと思ってましたし、もともと映像も作ってたりもしてたりだったので、なんかそういうものとの相性もいいかなと思って、僕の場合はもうどんどんそっちに行ったって感じですね。不思議の国のアリスとかも僕はもともと好きだったりしてて、やっぱその小さい時に僕はやっぱりそういう漫画とか小説とか音楽とかにはやっぱり影響を受けたなと思ってですね。ダンスもね、一瞬だけやってたんですけど、ストリートダンスの方なんで、あれも、あれでまた、はい、また、アメリカの方の文化との融合みたいなところもあったりするんですけど、はい、なんで、スリーさんの、経歴というか、あれ見てて、あ、ダンスって書いてあるから、それ聞いてみたいなと思ってまして。そう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 、ダンスもね、結構イベントとかも出演したりしてたんですけど、やっぱりコロナで、あんまりそういうのがなくなって、で、あんまり今はそのイベントで踊ったりとかはしないんですけど、時々やっぱりその映像作品を作りたいから、それでやりましょうとか、なんかそういうのがあったりする。あとは、たまに一人でなんか庭で火つけて踊ってる話すごいですね。庭で火つけて踊ってるんですか。はい。田舎に住んでるからできる。できることですね。都内でやったらなんか通報されそう。意外と大丈夫です。つけてこうやってるんです。結構、楽しいですよ。満月の夜とか。はいはいはい、すごいですね。儀式的な感じで。そうなんですね。そうなんですよ。まあ別になんだろう、ダンスを始めたのも、なんかすごい人に見せたいとか、人前で踊りたいとかってわけでもないので、自分で一人でそうやって、なんか、悦に浸るのも、もう全然十分満足です。そうなんですよね。でもやっぱり好きですね。やっぱりなんかダンス動画とかそういうのを見て、あ、なるほど、こういう技があるんだって言って、やっぱやりたくなるし、なんか結構いろいろ見るのは好きですよ。今でもずっと。なんか昔よりも結構いろんなそういう表現をするときに、その教材が昔より多いですよね。なんかその情報だったりとかって。多いです。はい。私が始めた時もまだなんか、一番最初はまあなんか、とりあえずその、まあ、田舎に住んでるから教室とかもそんなになくて、DVD を買おうと思って、DVD を買って、最初は DVD 見ながらやってたんですよ。で、今だったら多分その YouTube とか TikTok とかで見て、一緒にやってみるとかできるじゃないですか。なんか、その当時は全然そんなこと、全然っていうか、YouTube ぐらいはあったと思うんですけど、なんかそこまで今みたいになんかスマホでなんか気軽に見るみたいな感じでもなかったので、もうとりあえず DVD 買ってみるみたいな、それぐらいしかできなかったですね。ですよね。なんかその情報も増えたし、その映像を作るときとかのハードルが下がったりとか、音楽とかも BGM とかもいろんなそのソフトがあったりするじゃないですか。サイトというかサブスクで契約さえすれば、はい、使える音楽が結構いろいろあったりとか。ですね。もうそうですし、もうアプリだけで結構いけるじゃないですか。わざわざちゃんとソフトがなくても、すごいですよね。その昔よりも、昔がプロじゃないとできなかったことが、結構その、クリエイターがすごい増えてるかなって僕思ってて、その、気軽に、それを表現できるものがすごくいっぱいできてきたなと思って、で、今だったら動画編集とかもプレミアとか、ああいうのソフトの、なんか参考サイトだったりとかもいっぱいありますし、ハウツーみたいなのもあるし、なんかどんどん下がってきて、
なんかクリエイター昔と比べたらめちゃめちゃ増えたなと思ったりもしてるんですね。 AI とかと組み合わせてやる人たちも出てきたりとか。そうですね、多いですね、はい。 AI とかそういうのも。あ、いいですか、はい、皆さんに今ちょっと出たので聞きたいんですけど、そのたくさんクリエイターの方が増えたっていうお話があって、ちょっと皆さんお一人ずつに聞きたいなと思うんですけど、その今現在から未来に向けてなんですけど、このクリエイターとかそれこそ AI とかいうのが発展してきたりして、いろんな方がこうアートだったりクリエイティブすることが簡単になったって言ったら簡単になったし、やれることが増えたと言ったらやれることが増えたっていう環境なんですけれども、その今からこのまあ近々もしくは遠い先未来をどういうふうに皆さんアーティストご活動されている視点から見てるのかなっていうのが気になりまして、お話聞きたいんですけれども、葵さんとかはいかがですか、この今の現状と未来のその業界といいますか。なんかぶっちゃけもうその 絵の業界というかは、もうその写真が出た時に一回終わってると思ってて、でそっからはもうどうやってそのアートに価値をつけていくかみたいなところに移行されていったような感じで、なのでその AI が出たとて、なんか私的にはもう書きたいから書いてるみたいな感じなので、その敵というような感覚ではなくて、なのでそもそも私は、まあ、写真みたいな絵ってずっと言われてきてるし、だからでもかといって写真と戦ってるわけでもないし、なので私はそんなになんか考えてないかもしれないですね、そこら辺は。そうなの。そうなんです、じゃあ葵さんがこうご自身の中で向かっていく先とか、はい、見てるビジョンとかってあったりするんです。私はもう、どんだけそのこの世界を深掘れるかみたいな感じなので、自己満のところもあるんですよね。だからビジネス的なこととか、そのアーティストとしてどうなりたいかみたいなのはあんまりないんですよね、私の場合は。なるほど。なんかちょっとお聞きしたいんですけど、リアリズムをもともと書かれて、最近抽象も書かれてますけど、そのリアリズム系の業界にいらっしゃるというか、やっていて、その周りの方々とか見てみて、今後そのリアリズム系のアートってどういうふうに進化進展していくのか、もしくはこのまま現状維持なのかとかいうのを、葵さんから見てどう思いますか。どうなんでしょうね。なんかリアリズムを書いてますけど、リアリズム界にいるかと言われるとわかんなくて、リアリズムの作家さんと会ったこともないし、なのでどういう方がリアリズムを買っているのかもあんまりわかってなくて、本当自分がやりたいことやってるだけって感じですね。あ、なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。ツーリンさんはいかがですか、はい、これからの業界とか今後こうなっていくかっていう。そうですね、私もでも結構本当にあの葵さんと同じように、あんまりその AI だったりとかそういうのはあんまり気にしていなくて、まあなんかいろんなね、あの作品が増えたりするのはいろんな形であの面白いと思うし、全然別にあのなんていうの、あの創作のスタイルはあのどんどん革新されていくものだから、どんなスタイルでもあのクリエイティビティであればすごい素敵だなって思うんですよ。でもまあ なんだろう、自分のスタイルとしてはあのなんて言ったらいいんだろう、まあ、絵だけじゃなくてその個展とかやってる時にやっぱりすごい思うのはあの空間全体のイメージ作りなので、どちらかっていうとその絵だけっていうよりもなんか体感として空間全体をなんかこう作っていくイメージの方が今後はちょっとしていきたいかなって思いますね。確かにそうですね、最近なんかこう美術館もあの没入型、はいの展示会、展覧会があったりするじゃないですか。そう、なんかそっちの方が本当になんかそれを意識して作った、うん、あの個展会場の方がすごい自分的にもしっくりくるし、その来たお客さんとかもみんなめちゃくちゃ楽しんで帰ってくれるんですよ。なんかそれあのコロナ前に最後にやった個展の時に思って、いやでもやっぱこれだよなと思って、なんかそれはねすごい感じてます。
なんかインスタレーションというか、その全体的な雰囲気というか、で、そこで流す音楽だったりとか、匂いだったりとか、そういうのを含めて、その、自分が届けたいというか、自分が感じてほしい、その五感を刺激するもの全部をそこでなんか作り込むっていうのが、すごいいいんじゃないかなって私は思うんですよ。そうですよ。それはやっぱりその AI の、 あの絵とかではやっぱりできないことなので、今はもしかしたら今後はその画面から匂いが出てくるとかそういうのもあるかもしれないんですけど今はそれはまだないので、まあ、自分はそういうなんかそのやっぱり人間として生まれたから、その五感で感じれることをあの使ってっていうイメージが強いかな。そうですよね。なんか確かにその、ネット環境がこう、ネットが広がって、それこそ、没入体験もできるぐらいになったじゃないですか、VR とかで。とはいえ、より、そういうのが広がれば広がるほど、人間ってリアルを求めていくのかなって僕も思ってたりしてて。はい。だから、その、より展示会とか展覧会、個展とかが貴重なものというか、よりみんなが逆に行きたくなっていくのかな、みたいな。はい。逆に組み合わせてもいいかもしれないですね。うん、私も、3年前、4年前ぐらいの時に、あの、1年間かけて、11メートルの長さの細密画の作品を作ったんですよ。で、それを次の年に、なんかその VR にしていただいたんですよね。で、その VR を見て、まあ自分も見たし、その見てる人たちを見てても、本当にもう没入型な感じなんですよね。で、その VR プラスアルファで、例えばその現実的な外側の、まあ、匂い、温度、なんか、風とかさ、なんかそういうのとか全部加わるともっとすごいなんか面白い刺激になるんじゃないかなって思いますね、うん、そうですよね。やっぱ作家活動されてる皆さんそうですけど、うんうんうん、からこそこうやっぱり立体、実際にその現物を見ていただきたいっていうのは絶対あると思いますし、それのパワーとかも知っていらっしゃると思うんですけども、勝崎さんはそのとはいえ何ていうんですかね、どんどん発展はしていくと思うんですよ、デジタル、はいはいはい、それこそ AI の技術もどん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 進歩していくと思うんですけれども、和崎さんがいらっしゃる、活動の中、いろんなご活動されてると思うんですけども、はい、中でそのリアルとその仮想現実というか仮想空間、ネット社会とかのあり方でどういうふうに今後変わっていくのかなとか、和崎さんはどういうふうに、携わっていくというか関わっていく行こうかなと思ってるとかいうのがあったらお話聞きたいんですけれども。そうですね、最近今ちょっとあのツーリーさんの話とかに出てきたそのなんかあの体感型のアートとかって、まあ、最近だとチームラボさんとかもよくそういうのをやってたりとかしますよね。で、僕自身もアート自体がなんか特別高尚なものっていう風な捉え方をしすぎないで、体感できたりとか没入できたりとか、一緒に何かなんかそういう刺激を与えられるようなものとして捉えた方がいいのかなと思ってて、割とあの画廊とかで作品とか出しても、まあ出した時にその結構その見に来てくれるお客様って固定されちゃったりするので、もうちょっと広い意味でいろんな人たちにそういうものを届ける手段っていうものを考えなきゃいけないのかなと思いつつ、そうですね、デジタルとかの発展に伴って AI とかで簡単にある程度の絵とかを作れるようになるときに、皆さんいろんなキーワードを入れてこう検索すると思うんですね。その時に、その作ってる、集合体として、まあ、自分の名前がこういう風な人って言われるように多分検索されるようになるっていうのが多分なんだろうな、いいのか、多分ジブリ風とかディズニー風って何々風って言われるぐらい自分自身の作風自体が確立して認知が広がると、それ自体がその自分が残っていく、まあ僕が目指しているところである自分が亡くなった後でも自分自身のアート自体が生きていけるような状態が作れるのかなって思ってまして、でそういったもの自体を、実際に届けるときに、僕の場合は物語とかお話とかをもっとなんかナレーションとかつけて、しっかりちょっと総合芸術のようにまとめていって、で僕自身がせっかくそういう業界にもいるので、そういう技術を使って技術とアートと自分が持っている武器とか合わせて、
その世界観っていうものを一つの物語お話として、まあ、確立していきたいなとは思ってました。まあ、コンテンツというか IP としての進化を僕はしたいなと思ってはいますね。なんでゲームでもいいですし、映像でもいいですし、例えば、まあ、ちょっと今考えたりしているのが、その、コスプレイヤーの人たちと組んで何かその自分の絵の世界を表現してもらうところに僕の絵画があるような世界観を作ったりとか、何かそういう掛け算で面白く見せていくだったりとか、世界を広げていくこういう風みたいなもの自体がやっぱり将来的には目指すべきものかなと思ってますね。僕自身は多分残したいと思う方なんで、体感しつつそれを誰かが自分が亡くなった後も誰かがそれを覚えてきてくれるってことが僕自身がこの世に居続けることになるのかなっていう風な魂を持ってるって感じですね。なんでちょっとそういう風なここを目指したいなと思ってますね。ありがとうございます。そう、お時間がどんどんちょっと近づいてきて残りわずかになってきたんですけれども、最後にちょっとお聞きしたいんですけれども活動をそれ今までいろんなご活動されてきた中で、これ大変だったよねー、大変だったんだけどな、でも頑張ったなみたいな大変だった話みたいなのをちょっとお聞きしたいんですけれども、まあここはねラフにお話聞けたらなと思うんですけれども、はいはい、田崎さんはこの今までのキャリアの中で結構ここは大変頑張り時だったなとかってあったりしたんですか？やっぱりその一つの画家だけをやれるっていう環境でもなかったので、例えばすごく絵を続けるっていうこと自体は僕自身今43なんですけど、この年齢まで作品を描きながら会社員をやるっていうのは、しかも、コンテンツとかの業界でやりながら似たようなことを2つともやり続けるっていうのは、それ自体がやっぱりすごく本当に思いがないと続けられなかったんだろうなっていうことはありましたね。やっぱり絵だけ描いてって言っても、その周りの人たちから見ると、やっぱりその、夢ばっかり見てとか言われることもやっぱり多くて。で、その時に自分としては、絵も描くし、絵から生まれる派生した技術でも、生きていける状態を作ってでも、絵を描きたいと思ってたんで、なんかやっぱその、ことを続けること自体はすごく大変だったかなとは思ってますね。ですです。まあ夜中まで絵を描い、仕事をして、そこから家帰って絵を描くっていうのって、やっぱり結構本当にやろうっていう魂がないとなかなか続けられることではないのかなとは思ったりしているので、やっぱそういう両方やるんだったら両方ともきっちり、夢中になって、勝手にやり続けるぐらいじゃないと続けられないだろうなと思ってはいます。っていう感じですね。かつこう似た業界でさらにやるっていうのは大変だと思います、ね。葵さんはそういったところでこうなんていうんですかね、ダブルワークじゃないですけど、それとご経験だったりするんですか、画家と何かもう一つ。ダブルワークはギリないかもしれないですね。でもその分本当に私の場合はなんていうんでしょう、本当さっきから、うちにうちにって感じだと思うんですけど、なので、現実逃避味が結構すごいんですよね。なので、やっぱアート業界って、どうしても、アートを売るっていうことがあるじゃないですか。なので、そうなってくると、そことの兼ね合いがすっごい私の場合難しいですね。はい。どっちかによっちゃう。どっちかというか、まあ、それは、なんか、売る側、売りに走っちゃうとか、そういう意味ですか？そうです、そうです。そっちもありますし、なんて言うんでしょう。やっぱ、ギャラリーさんとやり取りすると、ギャラリーさんのしてほしいことをしなきゃなっていうプレッシャーになっちゃうんですよね。だから、そうなってくると自分の心病んでっちゃうし、で、ちょっと一回リセットして自分の描きたい絵、売れないかもしれないけど描きたい絵描こうとか、そういう兼ね合いがすごい難しいですね、自分の。なるほど、なるほど。ツーリンさんとかはそういったこうなんか掛け合いというか、その画廊とかとの、なんていうんですかね、要望とかから、と自分と出したいものの、はい、このすれ違いみたいなのがあったりとか
したりするときありますか？ないです。実際私その画廊さんとやり取りはしたことないので、もう全部個人でやってるのでそういうのはないですね。でなんか時々デザインとか頼まれても、デザインはもうクライアントさんの意見を取り入れますので、それも別になんかそんなに仕事の中で葛藤はないですし、そんなに私はそこの部分は大変じゃないです。ああ、なるほど。え、じゃあ逆に葵さんにアドバイスするとしたら、はい、これこうした方がいいんじゃないみたいなのあったりしますか？いやでも実際自分が経験してないことはあ、まあね、そうですよね。確かに確かに、まあ、私だったら多分がを貫き通すと思いますけど、でも実際にその場面になってみないとまたちょっとわからないから何とも言えないです、うん、確かに確かに。え、和崎さんはそういったご経験とかあったりしますか？そうですね、割と、まあ、これって、まあ、僕らもイラストレーターと一緒に仕事、まあ、ゲームとかってすることも多いんですけども、だからそういう感じでちょっと答えさせていただきと、その結構商業に、まあ、なんかその何かのドラゴンボールだったりなんか IP の、ものを作ったりするときって、イラストレーターで好きな絵を描けたりしないんですよね。でこれを描きなさいっていう形でチーム編成を組まれたりして、でそこでちょっと精神を病んじゃったりするケースも多くて、でそのチームで何かを作るときに、なんだろうな、そのなんかどういう意向のもとっていうのを聞いたりしなきゃいけない場面って、やっぱりその自分発信で物を作れてるか、それとも誰かから依頼されて作られてるかっていうところにも結構影響あるのかなと思ってて、自分のコンテンツを作る場合は僕は画を通していいと思うんですけど、その他から借りてるものとかで何かを制作して世に出さなければいけないっていう場合の、アートやってる人たちは結構やっぱりそこと自分の色をそこにどう入れるかって、あ、例えばジョジョの奇妙な冒険みたいな、ああいうのの絵を作ってください、でも彼が描いたようにやってくださいっていう依頼を受けた時に、そういうものを実行するっていうのがプロだったりするものもあったりするんで、うん、結構その個人活動の部分と集団で何かを作る時のその画の通し方っていうのは結構変わったりするのかなとは個人的には思ってまして、なので僕は個人的に活動するのがすごい楽しいですね。やっぱその集団でやるもののメリットとそこでの得られる知識とかもあるんですけど、個人で活動できるって自分が出せるんで、なのですごい僕は自由ですよね、やっぱり。そうですね、やっぱりその辺の制約っていうもの自体が、あるのとないのとではだいぶその変わってくるかなって、悩みだったりとか、人の絵に寄せなきゃいけないっていうことをしなくてもいいので、自由に自分を出せるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。とはいえ、その先ほど阿部さんが言ってたようなその画廊とかとの、例えば夏っぽい絵をね今回描いてほしいんだよねみたいな意向があった場合に、結構自分の色とただこれから出してもらうからなんか入れた方がいいのかなってちょっと思い悩むのはすごく気持ち的にはわかりますね。で、ただ、その、葵さんに対して依頼をしているから、私の風でいいよねっていう感じで、カスタマイズしてもいいのかなと思ったりしてますね。誰でもいいわけじゃなくて、私に頼んでるんだよねっていうところで、なんかその、逆にねじ伏せるじゃないですけど、私がやりたいやついいよねって感じの、やり方もすごくいいのかなって思ってますし、多分、ツーリーさんそれがすごくできてるんでしょうね、とは思って。そうですね、なんかね、だって別に他のスタイル、まあ、私のスタイルってもう結構割とパッと見てあるので、はいはい、私に頼んでくるっていうことはこのスタイルがいいんだよねっていうのはもう、はい、ね、前提としてあるから、そこでそんなにじゃあ、例えば私にじゃあいきなりなんかそのね、リアリズムをかけとは誰も思わないだろうし、だからなんかある程度は自分のスタイルのままで言ってもいいと私勝手に思ってたんですよ。あ、でも分かります。個人でそうやって活動するにおいてのメリットって自分自身を出せることっていうことも、だ一番すごくはすごくメリットにあると思いますけどね。そうですね。そうだからまあお願いされたことだとしても、まあ、結構割と自分の思った通りにある最初にもう出しちゃって、で、あとでもし、もっとこうしてって言われたら、直す感じにします。うん。だから、作る過程ではそんなにあんまり悩まないかもしれないです。
なんかこう、こういうテーマでお願いしますって言われたら、なんで僕も辛いんですよね。なんか自分の作風っていうのが物語としての描き方なんで、あんまこういうテーマでっていう描き方をしていないので、まあチャレンジになるかなって感じですね。でもそれも面白いは面白いんですけどね。うん、あ、なんか自分の中では絶対に出てこないアイディアだったなっていうので、やってみたら案外すごい楽しかったりすることも結構あるので、とりあえずはやってみます。はいはいはい、はい。あ、そうです、葵さん。わかります、すごい。葵さん悩みコーナーでした。ご相談コーナーでしたね。でも難しいですよね、結構ね。うん、僕も結構その、いろいろ、なんかもう会社員もやってる顔もあるからかもしれないんですけど、結構根回しだったりとか、人に相談して、うまくいくように、調整したりする立ち位置でもあったりするんですね。なので、結構その、本来、なんかその、自分がこうなんだっていうところを思いつつ、その、人と交渉するときに出し方を考えたりするっていうのは、やっぱりその、どっちかっていうと、その集団でお仕事するときに結構気をつけたりしますね。ですです。あと、常に、自分の機嫌は自分で取ろうと思ってて、とにかく誰から何言われてもきちんとお話をして、いつでも機嫌よく、言いたいなと思って。てますね、でそれは心がけてたりします。ですね。でも自分のこのメンタル維持をするのってすごい大切ですし、でも大変だと思うんですけれども、ちょっとガーって時間が伸びちゃってきてるんで、グッて締めで質問したいんですけども、はい、ツーリンさんはその メンタル維持だったり、なんかこう切り替えスイッチングとかってあったりするんですか？いやでもそうですね、私本当なんか20代ぐらいの時まではものすごくやみがちだったんですけど、うん、なんか30代になって、あ、なんか別にいいかなってふとなってからは本当にやまなくなりました。なんすかそのなんか本当初めましてで失礼かもしれないですけど何も参考にならないあるじゃないですか。でもいやだから、うん、その人それぞれそういうタイミングでそういう時がやってくるんですよ。だから、その逆に、落ちたときは落ちたときで、はぁって言って、抗わずに、なんか無理に元気になろうとかとしたりせずに、なんかあるがままを過ごしていくと、ふと、あ、なんか別にいいかもってなるんですよね。なんかそれを分かったから、あんまりやまなくなったんですよ。だからちょっとこう、バイオリズムはありますよ、もちろん。人間なので。でもなんか、あ、これもやがて過ぎ去るっていうのを、なんかすごい理解してるから、あんまり何も、ジタバタなんか変えようとかとしなければ終わるって感じです。うん、あとあれですよね、そのおはん落ち込んだりして挫折したりする経験って結構他の人からすると、あ、こういう人でもこうだったんだって思う材料になったり僕はするかなと思ってたりするんで、そうなんですよ。でもなんか不思議と私のことをなんかその失敗してないって思う人がすっごい多くて。何をやってもうまくいってるからいいよねみたいなことをすごい言われるんですよ。そんなこと全然ないんだけど、多分いつもそのあんまり病んだりしないからそういうふうに思われるんだと思うんですけど、でもまあそれはそれでそういうこともあるんだよって話すと、まあ、少しは人のためにもなるのかなとも思います。なんかそういう経験があったんだよっていう言葉自体が他の人を救ったりすることも僕はあるかなと思ってて、ありますね、はい、うん、で私はこういう時こうやったんだっていう、その今その経験をしているんだって僕は思うようにしてますね。これがいつか役に立つんだろうなと思って、でこれ自体はいつか誰かを救うかけらになるかなと思って、悩みとか苦痛とかそういう挫折自体はだから人を救う種だと僕は思ってるんで、その種をきちんと誰かに伝えるために僕はもう一回立ち直って向かわなきゃとは思いますね。はい、ですね、いやでも本当にそう、なんかあんまり参考にならなくてごめんなさい、私は。なんか私結構子供の時から、あ、その人からどう思われるとかあんまり気にならなくて、だから病む部分はそこじゃないんですよね。いつも自分自身がその自分の思うところに到達できなくて落ち込むっていうことばっかりだったので、だからそれは受け入れることができるようになったから、あんまりその大きく落ち込んだりしなくなったので、うんうん、まあ、そう、その人からの評価とか気になって病む人に対してはもう全然本当に多分当てにならない。でそれをもうどうしたらいいか分かんない。もともとそういう気持ちがなかったので。なるほどなるほど。すいません。
葵さんはこうメンタルのこのアップダウンあると思うんですけれども、うん、その時とあの制作中っていうのがこうぶつかる時があると思うんですよ。はい、あります。その時ってどういうふうにこう克服するというか乗り越えたりしたり対応したりするんですか？なんかその病んでる方が欠けたりもするんですよね。なんかそれもわかります、うん、僕も。ある、私もわかる。なんかね、あの、幸せな時に欠けなくなったりするんですよね。ちょっと何か抱えてる時のは欠けたりします、ね。でも、幸せな時の方が欠けないかもしれないです。うんうんうん、なんか、楽しくやってたのかわかんないんですけど、なんか迎えないんですよね。はいはい、わかります。取られてしまうというか。あ、わかります。はい。めっちゃわかります、はい、病んでる時の方がすごいなんかこう作品に向き合えるというか、うん、自分自身と向き合うから作品と向き合うみたいな、本当そうです、気がする。逆に自分自身と向き合わないと書けなかったり、ね、そこを乗り越えないです、られないです、ね、自分自身と向き合わない、逆にそのまあなんていうんですかね、相対的というか、そこは闇といい作品っていうのはなんか、うんうん、同じところにあったりとかしますよね。結構その気分が落ちてたりとか何かあるからこそ、その表現自体がその悩みっていう深みが出てきたりすることもあると思ってて、でその時に描いた線と元気な時に描いた線がなんか妙に違ったりすることもあるかなって思うんですよね、うん、なんでそういう揺らぎだったりとかっていうのはアーティストにとってはすごく僕は大事なことかなと思って、それ自体を作品に反映したりとか、歌手の人とかでもそうだと思ってて、その歌の歌詞とかに対してのその時の念みたいなもの自体を文字にしたものだと思ってるんで、なんかそういったものを作ったりするときにずっと健康で幸せで私はもう全部完璧ってなってるとハッピーな歌詞しか書けないかなと思っててで何かそういう、でも私もこういう辛いことがあったこうだったんだっていうものがみんなそれぞれあるから、なんかよりそのギャップみたいなものがその人のキャラ性を成り立たせるし、それが人に届くのかなと思ったり。でもやっぱりそのネガティブな気持ちの方が創作の原動力になってる気がする、うんうんうん、だって世の中に溢れてる歌って悲しい歌ばかりじゃないですか。そうですね、悲しい歌の方が流行りますよね。なかなかそのハッピーイエーみたいな歌とか作らなくないですか。だからやっぱりその落ちてる時こそみんなそこにやっぱ向かいたくなるんですよね、きっと。でそれ自体が人が共感できるっていうものになったりするのかなと思って、分かる、ね、自分のどこかの部分と重ねてとか、うんうんうん、ですね。確かにそうっすよね。なんかハッピーなだけじゃないところを表現というか、なんていうんですかね、していったり体験することで物事が立体的に見えていったり奥行きが出てきますよね。うん、作品自体にも多分そういう風に出てくるのかなと思いますしね。言われてみたら結構その陰と陽が矛盾してるような作品多いかもしれないです。うんうんうん、同時に存在するような確かにそうですよね、うん、結構そういう魂のそのぶつかり合いみたいなところっていうのはなんか昔からもやっぱりなんか善と悪って呼んだりとか、いろんなあの表現でもういろんな国の人たちがその表現してるものだったりするんで、結構普遍的なテーマでもあるのかなと思ったりもしますね、うん。韓国のあれ、なんか対局、あれもそうですよね。なんか、あの、陰と陽が合わさってるよう、萌え陽があったりとか、することもあったりするんで、まあ大事な概念なのかなと思いますけどね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。ちょっと皆さんの共通点は、ちょっと病んでる時の方のが、作品に没頭できるということでした。ネクラのご質問。いやでもやっぱ大事ですよね。うんうんうん。確かにでも本当そう思います。こう、ハッピーハッピーで、もちろんそういう作家さんもいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとこう、バイオリズムを若干落ちてる時の方のが、作品とかそういうものとか、自分に対してかなり悩むってことは自分に対しても向き合ったりすると思うので、それがやっぱより作品と対峙した時にいい効果が生まれるのかなとか。思ったりしました。ということで、なんとなく締めさせていただきたいと思うんですけども、そうそうお時間になったので、はい、お一人ずつ
告知ご案内をお願いしていきたいと思います。順番ですね、葵さん、ツーリンさん、和崎さんの順番で、ご案内お願いします。では初めに葵さんからお願いします。10月20日からちょっとまだ何日間かやるかわからないんですけど、東京の西麻布で個展があります。ぜひお時間ありましたらお越しください。お、西麻布、お、はい、近い、この間と一緒のところです。あー、そこですね、わかりました。はい、あそこです。はい、じゃあ行ける人はぜひ皆さん行ってください。で、葵さんの、あの SNS とかでも発信されてますね。あ、はい、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。では続きまして、ツーリンさん、お願いします。はい、毎年私鳥取に住んでるんですけど、鳥取の地元でやっている営み大山芸術祭っていうのが、今年も開催されてもう5年目ぐらいなんですけど、4年連続ぐらいで出させていただいております。今年はまだちょっと自分の作品が決まってないんですけど、あの以前はそれこそ11メートルの三密画だったり VR 作品だったりとかを出させていただいて、今年はとりあえずなんかちょっと、火と水と大地のエレメント女神の、映像作品をコラボ制作している最中なので、またなんかいろいろ楽しい感じのものもいっぱいあるので、ぜひ鳥取まで遠いかもしれないですが、お近くの方はぜひ、11月の、頭から多分10日から2週間ぐらい開催される予定です。はい、ぜひ皆さんチェックをお願いいたします。では続きまして、お願いします。では続きまして、和崎さん、お願いします。はい、幻想画家和崎って名前で活動しているので、としては、年に1回ですね、毎年夏ぐらいに、ザロフっていう、画廊さんの方で企画展として、定期的に出しております。で、それ以外にも、たまに SNS で突発的に何か、展示とかあったりしたら、今 X か、X だったりとか、そちらの方でもお知らせさせていただきますので、ご確認していただければと思います。あと、YouTube もやってるので、幻想画家で多分ローマ字で和明って検索すれば多分出てくると思いますので、もしよければ、チャンネル登録してもらえたらと思います。はい、以上です。お願いします。はい、ありがとうございます。概要欄にも皆さんのね、ご案内とかリンクとか SNS とか YouTube とかのリンクも貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてください。お願いいたします。それでは最後になります。最後の最後に、皆さんお一人ずつに、一言ずついただきたいと思います。ツーリンさん、和明さん、葵さんの順番で一言ずついただいて締めたいと思います。では、先にツーリンさん、お願いいたします。初めてちゃんとお話ししたんですけど、意外な共通項とか、なんかつながりがあるお話ができて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、和崎さん、お願いいたします。はい。こういう機会を、まず与えてくださった葵さん、ありがとうございます。組織さん、ありがとうございます。で、僕自身もいろんなそういうクリエイターの方々とこうやって交流は引き続きもぜひやっていきたいかなと思ってますので、これをきっかけにちょっと仲良くさせていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に葵さん、お願いします。本当にお話できてすごい楽しかったです。なんか作品との対話で私が考えていたこととさらに深いところまで知れて本当に面白かったです。これからもぜひ仲良くしてください。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、なんかの面会というか、なんか交流会じゃない感じになりましたね。これからなんかお付き合いでも始まるのかしらとか思ってたんですけど。いや、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストは、リアルを覗きたい独学画家の葵恵さんと、幻想画家和明さんと、視覚瞑想アーティストのチャン・ツーリンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは次回も楽屋な時間をお楽しみください。グッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それでは、バイバイ。はい